皆さんこんばんは。株式会社ポケモンの石原です。本日2月27日はポケットモンスターシリーズの原点でもあるポケットモンスター赤緑が日本で発売された日です。ポケモンはこれまで世界中のトレーナーの皆さんに支えられ誕生から26年目を迎えます。本当にありがとうございます。本日はゲームに関する最新情報をお届けしますので、ぜひ最後までご視聴ください。宇都宮さん、お願いします。こんばんは。株式会社ポケモンの宇都宮です。それでは早速最新情報をご紹介していきたいと思います。まずはポケモン GO についての情報です。ポケットモンスターサン、ムーンに登場したアローラ地方のポケモンたちが3月1日からポケモン GO の世界に登場します。それまでの間、ポケモン GO ではアローラの姿のナッシーが登場しています。ぜひ捕まえてみてください。ここからはいくつかのゲーム情報を続けてお届けします。ポケモンマスターズ EX はこの2月 2.5 周年を迎えました。現在登場するトレーナーはなんと総勢142人以上も仲間にできます。歴代の強力なバディーズが集結する新コンテンツ、チャンピオンロードが登場。クリアすることでマジコスレッド、マジコスグリーン、マジコスリーフのバディーズの中から一組を自分で選んで仲間にできる上に、ダイヤが5000個も獲得できるコンテンツです。特別大賞のハルカ&ラティアスが明日より登場。フィールドをサイコフィールドにしてエスパータイプのバディーズ全員を強化することができます。特別大賞のフーロ&トルネロスも登場します。フィールドを青空ゾーンにして飛行タイプのサポートができたり、相手を妨害したりすることが得意なバディーズです。さらに特別内装のキバナ&フライゴンも登場。砂嵐やダイバーンで複数の天候を操ることができるバディーズです。ポケモンマスターズ EX 2.5 周年を記念して最大100連引くことができる無料バディーズサーチが現在開催中です。さらにこの放送終了後にログインするとダイヤ3000個がもらえるキャンペーンも開始。他にも様々なコンテンツが用意されています。この機会にぜひポケモンマスターズ EX をプレイしてみてください。ポケモンたちと混ぜてつなげるパズルゲーム、ポケマゼ。新たな遊びデリバリーが登場しました。ペリッパーが自慢のメニューを遠くのポケモンたちにお届けして、カフェの評判を広めてくれます。配達先ではポケマゼ新登場のポケモンたちとの出会い、新たな特別な着せ替え、パズルがさらに有利になる力、目覚める得意ギミックなどが手に入るチャンスが待っています。デリバリーでは幻のポケモンビクティニがポケマゼに新登場。強力なスキルはこの春登場予定の新パズルモードでも大活躍します。カフェメニューをビクティニにお届けしてスタッフになってもらいましょう。そしてポケモンデーを記念して3つのイベントをお届けします。その1、不思議種の感謝のポケモンデー。7日間連続の特別ログインボーナスで初回にログインすると不思議種の限定着せ替え記念のクラウンが手に入ります。その2、色違いのポッチャマの来店確率がアップ。ただいまから3日間限定で色違いのポッチャマが来店する確率がいつもよりも大幅にアップします。この機会にあなたのカフェのスタッフにしましょう。その3、デリバリーの10プラス1回お急ぎ便が1回無料。新機能デリバリーを合計11回分お試しでチャレンジすることができます。ぜひ体験してみてください。6月のリリース2周年に向けて来店する新たなポケモンたちも続々登場。ポケマゼを
任天堂スイッチとスマートフォンでお楽しみください。昨年7月の配信開始以降、ポケモンユナイトにはたくさんのポケモンが参戦。カイリュウ、ギルガルド、ヨクバリスなど個性豊かなポケモンたちと共にチームで団結して戦おう。本日2月27日から新たに加わった期間限定モードフルスロットルバトルは、ポケモンたちの技を使いまくれるド派手なゲームモード。今ならフルスロットルバトルが開催される月曜日には、スタンダードバトルとクイックバトルで好きなポケモンを誰でも体験できるぞ。そしてポケモンユナイトでは現在ポケモンデーイベントを開催中。イベントに合わせて幻のポケモンフーパが登場。フーパは味方のポケモンをワープさせることができる。意表をつく協力プレイで相手チームを翻弄しよう。ユナイト技を使うと解き放たれしフーパになって大暴れ。ポケモンデーイベントの期間中は誰でもフーパを体験できる。特別なミッションを全て達成するとフーパのユナイトライセンスがもらえるぞ。そして今ならポケモンデーを記念したトレーナーファッションをゲームにログインした全員にプレゼント中。ポケモンデーイベントでユナイトの熱い戦いを体感しよう。最後に今後登場するポケモンを少しだけ紹介。今後も任天堂スイッチ、スマートフォンで配信中のポケモンユナイトにご期待ください。続いてはポケットモンスターブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールに関する情報です。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールの中で幻のポケモンシェイミと出会える道具オーキドの手紙がプレゼントされます。この放送終了後、順次不思議な贈り物で受け取ることができます。ぜひシェイミを仲間にして新王地方での冒険をお楽しみください。次はポケモンレジェンズアルセウスに関する情報です。ポケモンレジェンズアルセウスの無料アップデート、翡翠の夜明けが配信されます。翡翠地方のさまざまな場所でポケモンが大量発生する謎の現象の調査が始まります。また訓練所では仲間のポケモンと共に新たなバトルに挑むことができます。無料アップデート、翡翠の夜明けはこの放送終了後、順次配信開始となります。さらにポケモンデーを記念して皆さんの冒険に役立つ道具をプレゼントいたします。ゲーム内で合言葉を入力してぜひお受け取りください。引き続き翡翠地方での冒険をお楽しみください。そしてもう一つ、ポケモンレジェンズアルセウスの
オリジナルウェブアニメの制作が決定いたしました。翡翠地方を舞台にしたオリジナルストーリーで、公開は2022年初夏を予定しています。詳細は今後の発表をお待ちください。いかがでしたでしょうか。これからも進化を続けるポケモンのゲームにご期待ください。本日は様々な最新情報をお届けしてきましたが、最後にもう一つ、こちらの映像をご覧いただいて発表は終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。